今日はねサンドレスムーンの撮影で、イーズの、ね、サウスサイドパークってとこに行きました。めっちゃ広いんですよ。ここからあそこまであったあの奥まである感じ。今日ここでめっちゃおしゃれだよね。ちょっと撮影風景を撮ろうかなっていうところです。お願いします。モデル撮影ロケ編、レンズは 85mm ですね。それでは撮影機材を準備していきます。いや、この日はめちゃくちゃ暑くてもう汗びっちょびちょになりながら準備してました。この日使っているのは 85mm のレンズです。低い位置から撮ることでモデルさんの身長を高く見せて足長効果を出すことができます。作例を一部見せていきます。横位置で撮る写真は最終的には正方形にして商品ページのサムネイルにしたりします。アパレルの写真では目線ありなしの2パターン撮るんですけれども、こちらがあり、こちらが目線なしですね。目線がある写真はモデルさんの顔に最初に目が行きます。目線がない写真はモデルの顔ではなくて洋服に目が行くようになります。どうですか、目線がない方が洋服に目が行きますよね。洋服の柔らかさや質感を出したいときはシャッタースピードを速くして動きを止める写真を撮ります。次はイメージ写真ですね。トップ画像やバナーに使う写真は余白に文字を入れることを想定してあらかじめ写真を撮ります。インスタに載せる写真は4対5ですので、縦位置で写真を撮るときはあらかじめ少し引き気味で写真を撮っておきます。撮影が終わりました。めっちゃ今日暑くてマジ汗びちょびちょで、飲み物めっちゃ飲んだ。すごいめっちゃ疲れたマジで。撮影風景全然撮れなかったな。でも伊豆のねサウスサイドパークはめっちゃあのねいい写真撮れますてな感じで、これからこの広げたやつを全部撤収作業します。今日はありがとうございました。モデル撮影スタジオ編、レンズは 50mm ですね。おはようございます。笑ってるしあの人笑ってますね。おはようございます。つぐみちゃんはなんか物撮りやってたわさっきね。リクです。朝サッカー行ってきて、すごくない？撮影をね今日は、あれマスク外さないですか？撮影を、はい、ございます。撮影を今日はね、昨日と今日とずっと撮影ウィークということで、おのおのいろんなことをしてます。意外賑やかなスタジオというところですね。はい、まゆみさんと木野さんですね。はい、そうです。はい、で、リックですね。モデルさんのプライベートルームということで、エイコさんですね。はい、エイコさんということで、じゃあ撮影をしていこうかと思います。どういう雰囲気で写真を撮りたいか、ディレクターと最終打ち合わせですね。今日はね、ストロボを、プロホットのこの B10 プラスを使ってライティングを組みます。これね、B10 プラス充電器で、これがディフューザー、イーズさんから借りたライトスタンドにつけてライティングをここに組もうということです。この時点で汗だくです。ケーブルが傷んじゃうんで、必ずバッテリーはベルクロでスタンドに取り付けましょう。曇りだったので外からストロボを一発仕込んで日差しを作ります。窓の外から一灯打ってます。あれ、窓の外から一灯打ってこのレビューを作ってます。ライティングがちゃんと組めてるかテストシューティングします。曇りの日でもうまくストロボを組めばいい感じに日差しが作れます。ストロボとカポックを使ってフロントからの光を作ります。
フロントからの光を作ることによりモデルの顔が明るくなり綺麗に写すことができました。正方形になることを想定して上の余白を開けています。これ外曇りだし、なんなら雨降ってますからね。コート、つぐみちゃんのコートね、今気持ち縛ってラジやってますね。興奮してますね。可愛いよ、はい、何このボタン、ほら、いいんじゃない、ボタン。つぐみちゃんのこうやって座ってもらって、ここで本棚、このイメージと目線を外すことで見てほしいのはモデルではなく洋服という写真にすることができます。もちろん目線ありの写真も撮っておきますよ。ブランドライブラリーの撮影が、終わりました。撮影がこんな感じで今撤収、はい、撤収して、はい、皆さんが今撤収作業してくれてます。こんな感じでね。ちょっと30分だけ延長して明日も撮影があるので明日の動画もお楽しみにしてください。最後は商品撮影スタジオ編、レンズは2470ですね。おはようございます。今日は中目黒スタジオで物撮りの様子を撮ろうかなっていうところですね。白バッグの紙を引いて、でそこに商品を置いてライティングして撮影するってことですね。僕が運営している中目黒のスタジオです。これからライティング組みます。夏物商材なので硬い光を当てて夏っぽい写真を撮れるようなライティングにします。物撮りってかなり地味な作業なんですよね。この撮り方ほんと次の日腕パンパンでめっちゃ筋肉痛になりますよ。影が硬いので夏っぽく見えますよね。若い時に物撮り毎日15時間やってましたね。雪乃ちゃんとあゆみちゃんが来てくれました。右下に影が落ちるようにライティングも計算してます。みんなで一緒に商品を綺麗に置いてます。めっちゃ楽しそうだな。このカラーバリエーション並んでるのめっちゃ可愛くないですか。大丈夫そうですね。ネットって商品が触れない分、こういう風に商品アップの写真を綺麗に撮ってあげるだけでお客さんの購買意欲を増して売り上げも上がりますよ。まゆみさんがこう物撮りで撮ったやつをこういう風にパソコンの画面にあるんで確認してくれてます、はい、こんな感じで一枚一枚こうやって見てまゆみさんチェックをしながら物撮りを、はい、うん、で OK やれたら次のカットに行くと。あゆみちゃんとゆきのちゃんが来てあの商品をここで置いて設置してくれてます。今日はねこうシワ感があって動きのあるような商品の置き方で今日置いてもらってます。かわいいですね。すごい無口なんですね。すごいこういう風にお二人が置いてくれたのを、上から写真を撮るってことですね。いやこれはマジで可愛い。この気持ち誰か分かってくれるカメラマンさんいないかな。ぶっちーチャンネル。物撮りも終盤に差し掛かってきてまいりました。こういう風に商品がたくさん入るよっていうのをやってくれてますね。バッグにじゃがりこを入れてます。鶏皮だけどね。鶏皮だそうです。ちょっと渋いけどね。彼女は鶏皮なんだって。もうちょいでねどれも終わるかな。こういうカットがあるとお客さんが喜んでくれると思います。写真をねこんな感じでバックの物撮りを撮りました。はい、OK、うん、縦にした方がいい。
これ実は目を開けながら寝てますね。オッケー、じゃあこれはとりあえずオッケーです。お母さん仕様にしていいですか。お母さん仕様があるんだ。お母さん仕様で最後。あと24分で今日就任しか。すごい長い。幸せ、こんなにいっぱい仕事ができて、これで、でもバックはね、もうちょっと恥ずかしくなってきたな俺も。緊張しますよね。恥ずかしかった。なんか急にうまいこと言わなきゃいけない。そうそう。とかっていう。詰まっちゃうの。違うんだよ。リアルが欲しいのみんな。リアルが欲しいのみんな。みんなが楽しんでね。YouTuber、内真由美が。そう、ちょっと失敗した方がみんなに愛されるから。っていう話をしてたら、ほら、できました。できました。できましたよ。はい。いっぱい。嘘みたいな。嘘みたい。嘘みたいでしょ、これ。嘘みたい。嘘みたいなんだけど、入るのよ。本当に入るの。入るの。顔。入るんですよ、これ。便利。リュックに。テレビショッピングですか？テレビショッピングですか？ってことで、本日の、本当に？片付けます。あとはね、あとは撮影の機材とグッズを全部片付けて撤収ということです。片付けます。